ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン、イエーイイエーイイエーイ、ハッピーハロウィン、イエーイイエーイイエーイ。サウンドチェックいかがですか？サウンドチェック、うるさいですか？どんな感じですか？聞こえますか？ハッピーハロウィン、チェックですね。どうですか？聞こえますか？聞こえます？音声チェックです。音声チェック、バランスどうでしょうか。バランス、聞こえてますか。音量大丈夫ですか。 OK ですか。じゃあ今度ピアノ鳴らします。どうですか。ピアノちょっとでかい。でかいですか。ちょっと下げましょうか。ミノルのマイク。一瞬動きます。ちょっと待ってくださいね。一瞬、ですね、ちょっといろいろ必要なものがありまして、どこ行っちゃったかな。今日持って帰ってきたカバン。ああそうか。じゃあちょっと待ってくださいね。後ろの電気ってどうだっけ。あ、つかない。あ、つかつ例によって、ああ接触不良だ。やばいなこれ。こんな感じで、あ、壊れちゃった。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 あ、ちょっと電球が、これでいいのかな。はい、出す。はい、こうですか。こうですか。こうですね。これでちょっと待ってくださいよ。それでちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってね。あ、嘘。黄色い。あ、最悪。ああ、メモリーカード忘れちゃった。ああ、うそ。ああ、ああ、くそ。やばい。何をやってんだ、俺。ああ、ああ、持って帰ってもらっちゃったんだ、あの紙袋。何やってんだろう。
あそこに全部入ってたのに。ネタが、わかりました、いいです、もう、ちょっといろいろ手違いがございまして、持って帰られちゃったんだな、あれ、今日ね、NHK の収録があったんで、ごめんなさいね、皆さんね、ご機嫌斜めじゃないんですけど、今日は、この、いろいろね、考えたんだけど、なくなっちゃいましたね。ないよね。黄色い紙袋みたいなそっちないですよね。それじゃあなくなっちゃったんで、なくなったなりにでこうガングル変えます。こんな感じですね、今日はね。これはヤマハ銀座店で買ったんですね。ヤマハ銀座店 の、担当していただいた女性の方で、甲斐さんという人がですね、すごく一生懸命説明してくれて、でそれで実際に私は営業の小出さんという人、から購入しましたね。あ、ドレミの歌だ。いろんなことができるんですよ今日ね。いろんなこと皆さんに見せちゃうと思って、今ドレミの歌って言っていただいたんで、ドレミの歌ってどこにあるかっていうとですね、ここにソングっていうのを選ぶところがありまして、でここでソングを選ぶとですね、いろいろな曲が出てくるんですけど、ここで例えばドレミの歌、ドレミの歌で大事なのはですね、このままやっちゃうとドレミの歌のいろいろこのデータがくっついてきちゃうんですね、ドレミの歌ので、この時にくっついてきちゃう時にこう右手左手っていうのがこうついてるとですね、実際に演奏しちゃうんですよ。だからこれで、バランスちょっと決めようかな。ソングがでかいかな、こんなぐらいで、こんぐらいにして、でピアノでこれ右手左手切らないと、でこう譜面を出すんですね。それでこれでスタートです。ちょっと一回やってみましょうか。わあ、白くて見えないかな、これ。ごめんね、ここの譜面のところ、これ起動できんのかな、これ。起動あるよね、きっと。ちょっと待ってください、起動ね、ちょっと待ってよ、まだこれ買ったばっかなんで全然わからないんですよ。メニューから多分どこだろう、どこ、明るさ調整、あん、 ユーティリティかな。あ、これだ、明るさ。ここ暗くするとどうですか、見えますか、これで、さっきのところに、これでどう見える、あ、見えるようになってね、これね、ここに今何もないんですけど、これでもう一回ちょっとチェックしますと、こう右手と左手をなしにしたので、でこう遊びましょう。でこれで、ここのところにガイドが出てくるんですね、弾くため。でそれを僕は全然守らないで弾いていきますんで、それじゃあちょっと譜面を出しながら皆さんでドレミの歌をまずは聴いてみましょう、守らない演奏です。これだっけな、
感じですね、ドレミの歌いいですね。こういう感じで、ちょっと音がちっちゃいんですけれども、こういう形で譜面がついてるということで非常にこの、やりやすいと、音をちょっといろいろ調べてみましょうか、ピアノもですね VRM ピアノっていうシリーズは結構その音のいいピアノが入ってて、今通常のグラウンドでポップグラウンドだと少しスタジオグラウンドとある。ライトピアノ、ロックピアノ、ベーゼンドルファー、あれ違うか、こんな感じ。いろんな音ありますね。メローピアノ。テーマティックグランド、まあいろいろありますね。グランドピアノ通常バージョンでも VRM じゃなくてもうちょっと打点が入るのかな。その他にピアノレイヤーってなってですね、これ多分どうなんだろう、グランドピアノとストリングスか、閉じるってやると、ピアノレイヤーはメインとレイヤーがあると、レイヤーを押さないと、まあいい音、省エネモードになってるの。やめてほしいんだよ、それからですね、今どこまで行ったっけ、ちょっと待ってください、そうだ、あとエレクトリックピアノだね、このスーツケース、スーツケース行ってみましょうか。
ケースフェザートレモロ、まだいっぱいあるんですよ。あとエレピと DX7 もあるな。TX816？ マジ？あ、やばい。お、お、TX86 エレピウォーブ、おお、おお、わお、バラード DX7、 いい音いっぱいあるね。オルガンはどうなんだ。オルガンでもレスリーついてた。いいねこれ、バンドだよ。なるほどね、フレンチ。
いいね。楽しい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 、ヤマハ最高、ヤマハ最高。マイロンギター、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ブルースじゃないだ、ナイロンギターで、キーボードって感じじゃないよね、どうですかこれ。
なんかこれね、実は告白しますと、これが届いてから、いやなんか面白くてしょうがなくて、今日も朝5時まで遊んでました。これじゃあ会社行ったら眠くなるわな。これなんだろう、スライド。素晴らしい。シャドウギターどれだろう、この音好きだ。ベンダーが、ベンダーがあるといいんだよな。左のペダル、あ、そう、ありがとう。左のペダル、ちょっと待って、そう、あ、
お。やばい、ちょっと待って、止まんなくなってきた。この次何行こう。まだいっぱいあるんだよな。ボラス？ボーカル？ポップボーカル。いけちゃうわ。ドゥービブラート。
もう朝まで行っちゃうでしょこの楽器。音さべたやつだ、なんか。これはエレクトーンにまたね。45万じゃないんですよ。709WH はですね、ホワイトバージョンは定価67万ですから。大変な、ゴスペル？わおわお、へいへいへい、これやばいな、これ。え？ファンタスティック、いろいろいいですねこれ。
yeah, yeah, yeah. Come on. Oh, yeah. Come on. Uh-huh. 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 Uh-huh. Come on. Oh, yeah.遊んじゃったまだいっぱいあるんですけど、とりあえず元に戻してピアノ、ちょっとですねだんだん音が大きくなってきたので、ここで、私はヘッドホンに変えたいと思うんですがよろしいでしょうか。ヘッドホンに変えるということは頭頂部がこれから見えるポジションになりますけど、よろしいでしょうかね。それじゃあ、深夜営業何時今どうですか皆さん面白く見ていただいてますでしょうか。じゃあこれはどっかに、置きましょう。どこに置きましょうか。この辺にどこでしょうね。ここですかね。ここ見ますかね。これいますね。ここにね。君元気にしといてね。今日渋谷駅あたりはもうとんでもない状態になってると思うんで。それじゃあですね、今度はどんな、僕はまだちょっとまだここから先は未開の世界なんですけど、未開や実るなんちって何わけわかんないこと言ってるんですかね。未開や実る、はい、音をここで消しますと今度は私のヘッドホンでしか聞けなくなるね。ヘッドホンしかね、ヘッドホンで、あ、俺やっぱこんなのやりやすいやん。さあ次はですね、ちょっとこれ僕まだ来たばっかなんで、詳しい人、さっきペダルで、ベンドを教えてくれた人がいたんですけど、まだ全然わかんないんですよこれ。あとですね、あ、そう、曲をね選ぶっていうのがあって、例えばどんなのあったかな、まだよくわかんないんですけど、例えばこの曲どうなんのこれ。これやるとどうなんだろう。譜面がこれちょっとわかんないんで、多分これですね。スタートこれかな。これでベースついてくるのかな。よいしょ。あ。あ、ベースやんの。あ、そうか。あ、大丈夫だ。分かった。ちょっと待って、タンマ。これくっついてきちゃうんだ。どうしたらいいんだろう、これ。こっちのコードがついてきちゃうから、変わっちゃうんだろう。あ、どうしたらいいんだろう。これはちょっと待ってよ。なんかきっとやり方があると思うんだよな。なんとか、おかしいな。これ多分できねえや、これ。うん。これ多分きっとね、オケが決まってんだろうな、きっと。じゃあコード、困ったらなんか違う曲ないかな。面白い曲。ごめん。ルパン三世のテーマ、これどうなっちゃうんだろう。ちょっとこれはちょっと危険な匂いがするけど、ほんで右手と左手を抜いて、
そうか。これちょっと自信ありません。行ってみましょう。たらす。なるほど、これ譜面ないんだ、これ書いてないんだな。おまけにコードが書いてないから、これちょっとこれでやるのは難しいね。なんかいい方法ねえのかなこれ、詳しい人、詳しい人、なんかこれ多分録音とかついてるんで、ちょっと待ってください、録音にするときはこれメモリーカードとかいるのかな、それ分かんないからちょっと誰か教えてください。もうちょっと一応 USB ぶっこんどこ、これ一個なんか USB もう一個あるから、これUSB をちょっと挿しておきましょうかね、これね。何かあったときように、こいつにメモっちゃえばいいから。いいのかどうか分かりません。いいのかどうか全然分かりませんけど。山田さん、分かりません。じゃあ、次何かやります。どうしましょう。これはですね、全く分からないので、こっちのページに行くと、なんかこう、いろいろこう、リズムがあるんですね。リズムが。これなんと、例えばこの、こうやってやるとどうなっちゃうの？こうやると、こう一緒にいっちゃうんだ、これ。
AI ついてきたよ俺、こうやってコード見てたんだけどほぼ合ってたね、この押さえ方で。だからこれ C でさ弾いて、あとこうやったら次マイナーに行ったもんね。へえ、これは多分上級者にはいいかもしれない。 AI なんかいい曲できたよね今ね。これちょっと待って、これはすごいぞ。どんなのなんだろう。クラシックじゃねえや、クールとかコンテンポラリーポップ、どうなってんだろう。
やるな AI。 だいぶちょろっと違ったとこあったけどね、なんかコツがあるんだね。先行して下テープやって歯もつけてくると、内声見てどっちが正しいかっていうのを判断してみたい でルート引いてあげればついてくるんだけど、展開系を持ってった時にまだまだ藤井四段には勝てないなそんなことないか。面白い、面白いですねこれ、この AI 機能 AI、これちょっとどんどんいっちゃおうかな。これこっちでいっぱい選べるんですね。なんかこう、こうなんだろう、これ俺も全部
なるほどね。お便利、お便利。これ止まんなくちったよ。スタンダードジャズ。ちょっと待って。これじゃなくて。またやよ。これエンターテイメント。ムービーサウンドトラックってなんだこれ。ちょっとわかんないな。怖いね。グラビノーバだよこれ、ね、あら戻らなくちゃった。え、何があるんだと思うと、もう面白くなっちゃったもう。チャラチャラミュージカル、なんだこれ。
これがミュージカルだって。へえ、ムービーパンサーってなんだろう。面白い、面白い。これやめられなくなっちゃうね。あっち、あっちあっち。
一発コードってのは今こうくっついちゃう、こういうフレーズがあるじゃないですか。分
階をして、で、そ、自分で、2-5 入れちゃったりしていいんですけど、まあ、おすすめは、ドミナント、ごめんなさい、代理コードのセブンスフレーズを、このプラスイレブンスと A マイナー同じだから、やっとくと一瞬アウトした感じが、上のスケールが普通のスケールなんで、聞いてて気持ちいいアウトなんですけど、それをやりすぎると本当わけわかんない無調音楽になっちゃうんで、だからそれを、そういうのを遊びで、どう自分でどう、今結構わざとベースルート外してくっついてくるようにしたんで、 AI ちゃんが頑張って、そうするとこう例えばとってやる、この構成音にルートの A から AI 君がどこでくっついてくるのか、ちょっとやっぱりこの最低音から来るんですけど、狙って弾いてるとこう来るんで、これがなんでしょうね、スケール上の追いかけっこをしながら、遊ぶと。なんちゅうのは、まあ別に大して考えてないんですけど、そんなことやるとなんか見ててかっこよく聞こえると思いますよ、なんていう、まあそうね、本とかあるわけじゃないからな、結構難しいかもしれない、適当にやってますんで、適当で、私なんと適当でございますからもね。なるほど、分からん、おっていうか、そう、分からんわな、横浜負けた、やばいっすね。まあやはりそのペナントレースであれだけ勝ってたソフトバンクですけど、この間のやっぱり倉本でしたエラー、あ、もうちょっと、そうだ、今リズム、今フュージョン系でしたよね、ジャズファンク、これテンポ早いな、これどんな音だろう、楽器の音は分かんない、1はジャズ、これなんかスーツケース、ああそういうことか、これは分かんねえな、1から A からいきましょうか、じゃあまた A マイナー、え、
感じで何分きっと俺気がついたら朝まで引いちゃうかもしれないんで、どうでしょうか。今日はなんでしたっけ、クラビノーバ CVP709WH、皆さんとこう楽器紹介しながら遊んできましたけど、どうぞいかがでしたでしょうか。多分ね、まだいろんな機能があるみたいなんですよ。なんかこう録音ができるらしいんですよ、これ。ということなんだ。ソングコントロールとか、あとピアノルームってのがあって、ピアノの中になんかこう変な、なんだろうこれ。違う、変なことしちゃった。これで、これでバンド。どうするのこれ。バンド押すと、あ、出てきた出てきた、いろいろ。あ、さっきのやつなのかこれ。あー、そういうことなのか。これでいいのか。これでいいの。ブラジリアンボサ。Rio de Janeiro, São Paulo,
ベロフリゾッチ嬉しい。またの違う感じでいけるんだね。これなんかいっぱいあるんですけど、これ何、これファンキーシャッフル。 Hey、クラビノーバーだよ。クラビノーバーラップいきましょう。クラビ、クラビノーバー、クラビ。はい、皆さん、クラビノーバー一斉に、はい、クラビ、クラビノーバー、みんな一緒に、クラビ。
い、あい、東京の皆さんも神奈川の皆さんも、そして全国の皆さんも、くらび、へい、あ、くらび、のーば、イェイ、くらび、はい、くらび、のーば、くらび、はい、くらび、のーば、くらび、へい、くらび、のーば、くらび、へい、くらび、のーば、くらび、ふぅ、くらび、のーば、くらび、くらび、のーば、くらび、へい、へい、くらび、のーば、くらび、のーば、くらび、くらび、のーば、くってね、くらび、くらび、のーば、くらび、へい、くらび、のーば、くらび、くらび、のーば、くらび、へい、くらび、のーば、くらび、くらび、のーば、くらび、へい、くらび、のーば。皆さん、どこでもお買い求め結構でございますが、クラビノーバを実装しながらお買い求めになるには、今、ヤマハ銀座店が大変便利でございます。お店の中に、とてもチャーミングな女性の店員さんもいっぱいいらっしゃいますが、私、担当していただきました、カイさん。もう、カイさんが、どうですかって言われたら、もう、買うしかないカイって感じでございましてですね、どうも大変失礼いたしました。ということでございましてですね、もう、それで私、思わず買ってしまいました。まあ、今はわかりませんけどもね、店頭価格ってのがありましてですね、実際の、価格よりも安いということでございましたので、まだ売ってるかどうかわかりませんけど、これ一番高いやつですね。もし明日あたり銀座店とか行ってですね、いや、この間向谷さんのニコ生見て、なんとなく見に来ちゃったなんていただきましたですね、皆さんも大変楽しんで、盛り上がっていただく、ああ、なんか落ちてきましたけどね。ちょっと待ってくださいね。いろんなもの落ちてきました。もう盛り上がっちゃって、コード類も落ちてきましたね。まあそういうことで、それでは皆さん、もう一回、銀座まで行っていただいて、楽器屋さんね、楽しいですよ。僕ね、いっぱい弾いちゃった。ヤマハのハイブリッドピアノとかね、なんかいろんなありましてね、で、私はね、この間フェイスブックに書きましたけど、もうこれからの残りの人生もね、会社が忙しいとか仕事がどうのこうのっていうことをね、言い訳にすることはなし、まあ公約をしましたけど、朝起きたらまず30分ピアノの練習をして、そして会社に帰ってきたらまたこうやって練習したらね、ちょっとね、やりすぎちゃって、このようにですね、朝まで見てしまうようなノリでやっておりますけれども、ただ楽器を弾く、これは皆さんどれだけ効能があるかお分かりになりますか。まずこの体を使って私なんか弾きますので、もう本当にこう、なんでしょうね、スポーツクラブに行ってるのと同じぐらいですね。そうかね。それで指先を使って、まあ、楽器を弾くわけでございますから、やはりこの脳の活性化、これどういうことかというと、私ぐらいの年になりますと、もう間もなく年金の支給年齢に近づく、ね、年金待ち人さんっていうのは今日の私の、収録あったんですけど、ラジオ番組の、何でしょう、ラジオネームで年金待ち人さんって言われた時に、あ、俺もじゃんと思って、みんなもそうだけど、俺結構近いん で年金を待つよりもですね、楽器練習してですね、脳を活性化してですね、さらに進化してるんですね。いや、そうですよ。体力的とか肉体の経年変化っていうのは、これは人間が生きている以上避けて通れませんが、まだ私たちは死ぬまでに自分の脳を使うことはありえないんですね。ですんで、その使い切れない脳をそのままね、墓場に持っていくぐらいなら、可能な限り頭を使っていただいて人生楽しもうじゃありませんか。まあ私使いすぎてちょっと髪の毛薄くなってしまいましたけど、これは私がですね、頭を使いすぎた証拠でございますね。ですので皆さん、この使い切れない脳を、何でもいいです、楽器じゃなくてもいいですよ。お仕事だろうが、スポーツだろうが、レジャーだろうが、みんなどんどん使ってね、全部使い切ってからあの世に行きましょう。そのぐらいの気持ちで行かないとダメでございますんでね。ということで、このクラビノーバーシリーズは非常にエントリーモデルから私は今日聞いております。あまりこういうこと書くとちょっといけすかないやつと思われちゃうかもしれませんけど、
最上位機種、さらにこのホワイト、色がホワイトなだけでですね、中身同じなのに値段が高い、なんで買うのかって言われますとね、気分です。お金で気分は買えないです、ね、わかりますかね。気持ちよく人生生きるには高いから敷島乗らないとか七つ星がどうのこうのとかいうことを前にあれだけの人が乗ってるんです。お金は使ってなんぼでしょうね。これからの人生皆さん楽しんでいただきたいと思います。それでは行きますよ。はい、クラビクラビノーバクラビクラビノーバクラビクラビノーバクラビノーバビフラドちょっと難しい A フラット7キューさあオリジナルの G7 に戻ってきます。クラビのオーバー今度 B フラット7にプラス11もいいでしょう。 E ナチュラル、はい、アッパーストラクチャーのバラエド、はい、また聴いてる。誰かアウトしてましたね。アウト、はい、 G のアウトいきましょう。やだね、こい、あ、お、あお、やだね、こういうのね。アウトセーフ、よよよのようだよね。下から来てもいいでしょ。セブンスコードは使い勝手がいいんですよね。さあ皆さん、この音楽聴きながら頭の中にクラビノーバーが染み込みましたね。もし今日ご覧の皆さんが明日最初に例えば学校に登校して会った同級生にはおはよう、クラビノーバーって言ってみましょう。そして出社するときに、これは人に言うとこれからの出世に影響すると思いますので、タイムカードをピュッてやるときに、チャリーンとか言うときに、クラビノーバーってちっちゃい声で言いましょうね。そうやって一日が始まりますのでね、今日のこの私のニコ生のいろいろなこのパフォーマンスを思い出していただきながらですね、毎日ね、926だったり825だったりしておりますけど、ね、そういう決められた皆さんのお仕事タイム、学校のお勉強タイムを集中して過ごしていただくために、皆さん集中ですよ、集中して過ごしていただいて、オンとオフね、オンとオフを切り替えてもらってですね、クラビノーバーの合言葉で明日は一日お昼間をね、使っていただいて、でもしかしたらそうですよ、今スイカかなんかで乗るときにクラビノーバーって言ったら向こうから出てくる人、あれ、あなたもクラビノーバーですか、もう街中でクラビノーバーって言い合うような、そんな形でですね、意味が分からなくてもいいんです。そこで新たなコミュニケーション、一期一会じゃございません、一期一会から発展する新たなコミュニケーション、これがですね、この日本をより良くするんではないかと思ってますので、ぜひ皆さんこのクラビノーバーの合言葉を忘れずに、じゃあもう一回いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。クラビ、クラビノーバ、クラビ、クラビノーバ、デン、クラビノーバ。
するとですね、思いっきり頭頂部が出てきますでございますね。これが私の今のもう本当に偽らざる状況でございます。9時から始めました本日のニコ生、10月最後ですね。また来月になりますと新たなクラビの場、そしてですね、実は今日お見せできなかったんですが、こちら左手側の方にはですね、あのエレクトーンのですね、あのステージはほぼ同じに出るこのカスタマーバージョン ELS02 でしたか、ELC02 ステージは ELC02、もう、こちらの方に用意されておりますので、次回はですねこの エレクトーンとクラビノーバー もう大てんこ盛りで、あの多分僕今これで ELC02 ですね、男女比の時間ちょっと時間が4分になっちゃった、ちょっと待ってアンケート、ちょっと待ってこれちょっとねこれね、今ねあれでパッドでやってんだよな、困っちゃったな、どうしようかな、これできんのかな、これあらできんのかな、あー分かんない、これどうなんだろう、これこんなどうなってんだこれ、あ全然入んないね、やり方分かんないし、ちょっと、あこっちだ、間違えちゃった俺、こっちだこっちだこっちだ、どうやったのこれ、どうやって入るんだこれ、どうやって入るのこれ、どこに出てくるのこれ、このまま時間切れになっちゃったりなんかして、これどうだ、入んないじゃないですかこれで、これはここなんで入んないの、ここ入んない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 、なんで入んないの、今日はあのアンケートなし、入らない、なんでだろうなんでだろうなんでなんでだろう、ごめん、ですね今日タッチあれでやっておりますんで、入りません、じゃああの弾幕でいきましょう、はい、それでは、男性の方は手を挙げてください、どうぞ、じゃじゃじゃーん、じゃ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 んじゃんじゃがじゃがじゃんじゃんじゃがじゃじゃじゃ、これもうねこうなんて動体視力、はい、それではこれ男性ね、男性出ましたか、はい、野鳥の会ですね、もうだんだん、はい、それでは、男性の方いいですか、もう出ましたか、はい、じゃあ続いて男性の方一回終わってもらって、女性の方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 、なるほど、パッと見た感じやっぱり85:15って感じですかね、はい、ということでご協力、あそうでもないかな、女性向かってそこそこに OK、 じゃあ50:50ってことで今日は終わりましょうはい、ということでお時間になってまいりました、皆さん本当に長い間ありがとうございました、まばらだったよとか言わないんですね、はい、それじゃあこの OK な間ですね、それでは皆さんもう2分を切りましたので、またこのニコ生でお会いいたしましょう、ニコ生ね、なんか最近あんまりできなくて申し訳なかったんですけど、こんな形でですね楽器弾き倒しとかやったりとかですね、またあの何でしょう、もっとこう機能を覚えて、エレクトーンの機能を覚えていろんな楽しいことやりたいと思いますので、またあのこの私のニコ生の方に遊びに来ていただくことございます、今日もですね1000人を超える皆さんに来ていただきましてありがとうございました、またお会いしましょう、さあ最後の言葉はこれですね、クラビノーバー、皆さんせーので、せーの、クラビノーバー。はい、それではさようなら、またお会いしましょう、クラビノーバー。